イベント決定。あわしはまたギャレットさんの日にちが10月29日、はい、詳細とチケットは下の概要欄からチェックしてください。お願いします。お願いします。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じ切ることができるだろうか。今回の都市伝説、舞台はニューヨーク。ニューヨークで一番霊の集まる場所にST ロッジが入ってきちゃったんだよね。バンドラの箱が開いちゃったんだよね。今回はこの闇の部分について解明していきたいと思います。信じるか信じないかはあなた次第です。What's up, man? He, he, here! My name is Seki, here! Woo! Seki, あれ! はい、ということで、本日 AC スタジオ都市伝説シリーズ in New York 第2弾 第2弾! Yeah, what's up, man? 舞台はワシントンスクエア公園ですね。ということで、今夜さっきね、こちら見てもらえばわかるんですけど、でーうわガチガチの凱旋門がね、うわ本当にこれはすごいね。ここで、なんとですね、いろいろな死体の数がやばいっていう都市伝説がありまして、その都市伝説を今回やっていこうと思います。やっていこう。またまたホテルに戻ってきましたけれども、戻ってきました。今ね、本物のスクエアパーク見てもらいましたけれども、一見全く怖くないということで、スクエアパークの話ね、してもらいましょう。お前話さんのかい。また置物だから何しに来たんですか。席の格好で歩きに来たんですか。席の格好で歩きに来た。本日もね、都市伝説に詳しい哲也さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。1800年に黄熱病ってわかる。黄熱病、黄熱病、黄熱病っていうのは蚊いんじゃん、モスキート、はいはいはい、蚊でこうなんか伝染しちゃう病気、まあ感染症みたいな。めっちゃ怖いじゃん。死ぬん、死んでしまう。これで死んでしまった人がスクエアパークに埋められているという説があるんです。この埋まってる死体の数が半端じゃなくって、まあ50人それが少ないじゃん。都市伝説レベル。あ、都市伝説。そんな有名になるぐらい。俺もう5000とか言う。5000？それは言い過ぎじゃん。2万。2万！ニューヨークで一番のゴーストスポットっていう言われてるんで。あんな綺麗な。そうそう。なんでそんなに死体があるのかって言ったら、病院と処刑場があった。え？それで2万人なんだ。そう。チカチじゃん。お前もあんなところでね、なんかもう席の真似して、なんか偉そうに喋ってる場合じゃねえんだよ。いや、喋るべきでしょ、逆に。え、だって東京ドームのライブの収容人数3万人ぐらいでしょ。だってまあこれだけアメリカのニューヨークで一番ゴーストスポットって言われてるってことはもう多分確実でしょ。キッ一番だから。いろんなとこあるから。広いでアメリカ。でも続いてはやっぱアメリカ関連ということで、うん、アメリカってやっぱすごい殺人事件が多いね。今ピーポーピーポー言うてる。本当にふざけてるからあいつら。日本だったらもうずっと。ブーブーブーみたいな、もうずっと鳴らしっぱじゃん。あいつはなんか自分で奏でてる。ブー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 。本当ですかね、これ。ブーブーブーと途中でもうブーとか一瞬で切れてる。鳴らすなら鳴らせよ。で、まあその殺人事件が多いと、ということでね、バニーマンっていう話があって、これ囚人が脱走するっていう事件があって、ある刑務所が封鎖になって、で他の刑務所に移動しなければならないっていうことだったのね。その移動してる時に護送車が交通事故にあって、その時に脱出してしまったっていう。え、何人ぐらい。10人。でその逃げた10人のうち8人は捕まえた。おお。ただ残り2人は捕まえきれずに逃がしてしまった。映画見てる。これやばいね。でそのうちの2人がマルコスとグリフォンっていう、おおおお、マルコスとグリフォンっていう、おうおお、男かっけえ。おるやん。どんどん言わないで、絶対。そこで床カーペットなんで。
んな音しかならないです、頑張って。こんな音じゃなかった。ズゴン、ズゴンって言ってました。大丈夫と思って。本当に。大丈夫普通にやばいと思う。で、このグリフォンっていう男が、自分の家族を殺した凶悪殺人犯なの。え、そんなんが逃げたの。なんでいろんな刑務所でさ、いろんな犯罪者いるの。一番やばそう。一番やばい。ちゃんと逃げる。家族二人殺すなんて一番やばい。万引き犯とかであれ。でもこの二人を探してたんだけど、はいはい、結局ミツポーツ。ミツポーツ。ミツポーツ、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 ミツポーツ。結局見つからなくってグリフォンとマルマス。そう。強っ。まあ時は経ち、あるね不気味な怪奇事件が起きて、それっていうのがあの街路樹、街に生えてる木、はいはい、あそこに皮を剥がされたウサギが潰されていたって。アメリカ。おかしい。やばいよ。チキン。美味しそうですね、じゃない。美味しそうです。一番の最後はバーベキューのグリルでジューシュー。そうでしょ。かぶりつき怖すぎる。でまあそのウサギが吊るされているっていうのがこう毎日こう何話も続いてて、そんなおんの。ほんでウサギってやばすぎる。でそれ全部半分食われた状態。お前だろ。俺じゃねえ。お前なの。俺じゃねえ。グリルにしたいって言ったから絶対。完全にやってもフレディ・クルーガーと同じ。帽子をバギー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 バドギーバじゃない。もうペットショップじゃねえか。何お前、何マン。田口めー、どうぞお話ししてください。あ、はい、お話しよ。まあこの事件は、うん、その逃げた二人が犯人なんじゃないかっていうことで、うん、まあそういう予想を立てて捜索してたんだけど、はい、ある時に奇妙な出来事が起きたの。またですか。なんとマルコスいたらいいんじゃん。ああ、やばくない方。そう、やばくない方芸人ね。そう、マルコスが死んでた。死体で、死体で、死体で発見されたっていう。え、グリフォンやん。絶対グリフォンやん。絶対グリフォン。もしくはフレディ・クルーガー。フレディ・クルーガーじゃね、出てこねえから。いや、もういいいい、何回出てくるの。毎回やるの。では、マルコスの死体はその小さな橋の下で見つかったのね。ほうほうほう。で、このことからこの橋の名前はバニーマンブリッジって言われるようになったんだけど、まあなんでバニーマンブリッジだったのかっていうのは後で説明するとして、でね、ハロウィンのイベントの時に事件が起きてしまいます。また事件よ。お前絶対もうシェイプやん。確かに。絶対マイケル。デッドバイデイライトみたいになってるけど、このバニーマンブリッジに3人の子供の死体が見つかってしまう。え、めっちゃ殺せ。あれじゃん、ほんと殺人鬼の映画みたい。いやいや、ほんとにこれ映画なんだよね、マジで。ないの？作ろうか。お願いします。その子供の格好に注目してもらいたいんだけど、その子供の格好っていうのがウサギのコスプレをしている。どんだけウサギ好きなの。え、映画や。でプラスこの3人の子供っていうのは吊るされてたんだよね。ウサギと同じように。気持ち悪。バギーマン強っ。バギーマンじゃない、ドギーマン。違う。ドギーマンはまた違う。いろいろ殴らせろ。もうちょっとだからこれ、このバニーマン、もしかしたらもうウサギと間違えて子供を殺してしまったんじゃないかって言われてるんだよね。間違えたっていうか、もうそれぐらいもうクレイジーというか、もうやばい、狂っちゃってるというか、執着心やばいんです。この星で、そのウサギの格好をした子供が死んだことから、この星がバニーマンビレッジって呼ばれることになって、呼ばれるビレッジって言ってるやん。バンダールみたいになってるやん。だからまあウサギの格好をして、ただ子供を殺したから、そのもしかしたら前のウサギたちを殺してたのがそのバニーマンじゃないかってことで。ウサギってことです。ウサギってことです。でね、もう一つヤバい事実っていうのがあって、グリフォンいたじゃん。グリフォンなんとね、現在も見つかってない。そうでしょ。よく見たらグリフォンじゃねえよ。グリフォンじゃねえわ。いや、もういいよそれ。武藤みたいになってる。ということで皆さん、ハロウィンになってもウサギの格好にはお気をつけてください。怖っ。バギーマン、やばい。バギーマンちゃうな。バギーマンむずいのよ。バギーマンでもないし、そもそもバギーマンなんなの。多分ドギーマン。そう、バスって、ドギーマンを間違えて、バギーマンがバスってバギーマンの。どういうことや。だってあいつバスって。そんな。はい、ということで、はい、今回のほら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 今回の怖い話、はい、少しでも怖いな、面白いなと思った皆さん、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは、次の動画は大丈夫です。バイビー。シェイシェイ。バイビー。常識の壁などこう